まあ、やっぱりおすすめがいいっすよね、うん、まあ、ここ得意でしょ、はい、おすすめ塩ラテ、じゃあ塩ラテ、はい、塩ラテここのめっちゃ美味しいんで、あ、来たことあるんですか、飲んでください、飲んでください、僕アイスコーヒーで、なんでですか、アイスコーヒー、はい、中野が言ったのは絶対頼まないんで大丈夫です、ね、でもこれも美味しかったですよ、自家製ジンジャーチャイティーラテ、おお、アイスコーヒーで、俺塩ラテ、おお、僕も塩ラテ飲んでみたい、じゃあ僕はアールグレイ、お前普通だな、お前、ね、お前も普通だわ、おすすめ飲めよ似てる自家製コーラとかもあるよ、あ、気になる、あ、こっちも自家製のやつありますね、似てるね、え、これ私も頼んでいいんですよね、じゃあ自家製コーラ頼みたいです、え、じゃあ自家製レモネードティー買えますそれは、いや、いや、アールグレイでブレだ、貫くね、貫くね、今回レバホス慰労会を開催したのは、おしゃれな空間でプレミアムなひとときを過ごせるインゾーネテーブル、島崎総研牛をメインに多彩なメニューが揃い、ランチ、ディナー、スイーツ、何でも楽しめちゃいます、うわ、想像してたのと全然違うんだけど、上に塩のホイップ乗せていきます、あ、そういうことっすね、びっくりした、美味しそう、それは美味しそう、あ、美味しそう、真っ白、美味しそう、真っ白、まあ、俺の心の中みたいな感じですね、ちょっと何言ってるか分かんないですけど、なんだよ、あの、こっちの話でしょ、ここら辺のこの辺、この辺ね、この辺、おい、ちょっと混じったよ、ね、ちょっと混じっちゃったよ、もうね、心の奥深くに、奥深く、いいとこもあるんだけどね、たまにこう良くないちょっとグレーな部分もある、良くない、お芋が出てくる、お芋が出てくる、そう、そういうこと、そういうこと早速、いただきましょうか、いただきます、いただきます、はい、うん、え、つかさん何それ、俺と一緒、一緒です、美味しい、美味しいです、ちょっとリポートもしていただきたいなと思うんですが、ちょっと気まずそうな顔をしている島谷選手リポートしたことあります、ナイス、ナイス、やってみ、やってみ、いいチャンスですね、やってみ、ちょっとじゃあカメラに向かって、うん、食リポならぬドリンクリポートをお願いします。いや、紅茶なんですけど、まあ、そうですね、ちょっと香りが強くて、めちゃくちゃ美味しいです。ありがとうございます。何なりのありがとうございます。こっちがね、ありがとうございます。先輩の司さんにやってもらおうよ。日本が、日本がやっぱ見たいですね。そうですね。はい。こうやってやるだけですけど。オチをちゃんと作ってくれると思うよ。まず美味しいですね、このコーヒーとラテ、このラテミルクで綺麗にラテになってるんですけど、その中に少しちょっと塩味が入ってるっていうのが新しい感覚なので、すごく美味しいです、おすすめです、皆さん頼んでください、いや、もう塩ラテっていうぐらいだからね、塩味はあるよねしかもやっぱ長い、長い、もっとこうピッといって、もう一回もう一回次見つけるよ、いやいや、もうこっちが言ってもなんか伝わらないんだよ、じゃあちょっとおりもさんが、いや、俺はいいよ、え、今それもう、もう自分の話めっちゃするから、そうそうそ う, そ う, ういい、俺のほうが振らなくていいから、振ると長くなるから、いや、言った方がいい、もうお前やっちゃいなよ、やっちゃいなよ、もう一回やっちゃいなよ、やっちゃいなよ、ゆうやっちゃいなよ、まさかの2度目ということで、じゃあ加藤選手お願いします、テイク2で、うん、カチッとこう決めて、うん、決めて、このラテのまろやかな感じにこうふわふわとしたミルク感、すごく美味しいです、おすすめです、皆さん頼んでください、よろしくお願いしますお願いスタイルなるほどね、リョーマ選手とドクター大丈夫ですか、大丈夫です、わかりました、はい、ベテランなんでこっちはベテランベテラン、だんだん審査する側も審査される側みたいなあの2つの構図になってきましたけれどもあ、プロいるんで、どう、だってこれめっちゃいいですもんね、うん、ちょっと俺らさ、これだって自家製コーラでしょ、はい、想像できないんだよね、うん、なので聞かせてほしい、うん、振られると思って一口目飲まなかったんですよ、うん、あ、じゃあ、おお、さすがだね、じゃあお願いします、お願いします、よろしいでしょうか、はい、数年ぶりの食リポ失礼します、まず皆さん、これコーラですよ、見てくださいこの色、コーラに見えないですよね、この透明な薄いグレー、いただきます、
これ混ぜるやつですね。ストローかと思いました。そうなんだ。はい。あのこれボケじゃないですか、ね。はい。いただきます。あ、香りはまずコーラ。コーラというかちょっとスパイシーな香りがしますね。いただきます。あれ？コーラっぽくないかも。ちょっとスパイシーさ、鼻に抜けるような香りが先に来て、甘さ控えめで。うん、グビグビ飲める、そんなコーラですね。炭酸は入ってるんですか？炭酸は入ってるんですけど、炭酸も弱めで飲みやすくて、味的には味は甘さ抑えめの、うん、ちょっと香りスパイシーな香りが鼻に抜ける、うん、コーラです。いやいや、あ、コーラね、コーラなんだ。甘さ控えめのコーラ、ちょっと香り強めっていう感じです、はい。これやっぱ飲んでみらんと結構わからんね。わからないですね。食レポじゃあのなんか伝わらなかった。あの言っても、うん、あの結構ああ言っていい、はい、そんなにこの2人と変わんなかったと思う。うん、なんとなくだって伝わってこないんだもん。そうか、一緒だよこの2人と。ちょっと修行します。はい、はい、お願いします。ありがとうございます。あ、でも本当にあんまりコーラっぽくないかも。ちょっとグビグビ行きすぎてっていうのはこれは、うんうんうん。チャンネル登録はこちら。